続きまして、グッドライド日本レースクイーン大賞2017大賞受賞者の発表の前に特別賞をいくつか発表させていただきます。まずはじめにクリッカー賞です。クリッカーは新車情報から同社業界ニュース、イベント、キャンギャル、メダ口まで車領域のオールジャンルをいち早く紹介する車専門のインターネット車メディアとして様々な方にご覧いただいております。そのクリッカーのウェブサイト上で日本レースクイーン大賞ファイナリスト20名の中から独自の読者アンケートを実施いたしました。クリッカー賞はその集計結果により決定した賞となります。プレゼンターはクリッカー編集長の小林和久様です。それでは小林様、発表お願いします。はい、発表します。クリッカー賞に輝いたのは鈴名さんです。スーパー GT でレーシングミックサポーターズ2017としてご活躍されました。それではトロフィーの贈呈となります。おめでとうございます。それでは見事クリッカー賞を受賞された鈴名さんに今のお気持ち、感想をお伺いしたいと思います。鈴名さん、おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。ありがとうございます。本当にこの特別賞であるクリッカー賞を取れてもうすごい嬉しい気持ちでいっぱいです。もちろん大賞を取れなかったことに悔しい気持ちはあるのですが、ですが私がこうしてクリッカー賞を取れているのは、今までたくさん応援してくださったファンの方たちやチームの方たちのおかげだと思うので、本当に皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。ありがとうございました。受賞された鈴名さんに今一度盛大な拍手をお送りください。全部食べちゃうね、ダメ。